今回も iPhone の便利な使い方を手短にご紹介したいと思います。皆さん LINE はよくお使いだと思うんですけども、相手と LINE のアカウントを交換するときに QR コードを見せ合って交換することってあると思うんですね。で、その時にいつも LINE を立ち上げて、ホームから人型をタップしてみたいなことをおやりになる方も多いと思うんですけども、 QR コードって一発で出せます。 LINE のマークをですね、長押しするとサブメニューが出てくるんですね。で、そこに QR コードリーダーというのがありまして、これをタップすると QR コードリーダーモードになります。そしてここに MyQR コードというのがあるんで、これをタップしたら自分の QR コードを出すことができます。いつも QR コードを出すのに時間がかかっちゃう方、ぜひ、アプリ長押しでやってみてください。